始まりました。頑張れ、南葛石井上まあでございます。南葛石井浅田です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。11月16日火曜日でございます。いや、寒くなってきました、浅田さんね。はい、僕なんかなんか変な花粉症が早いんですよね。もうこのタイミングでもう薬飲んじゃってますよ。そんな早いんですか？早いんですよ。気のせいじゃないかって言われるんですけどね、薬飲むと治るんですよ。それ、だから気のせいじゃないんですか？いやいや、そうですか。じゃあちょっとやめてみようかな。もう眠くてしょうがなくなっちゃうんですよ、この時期。あ、そうなんですよ。そうですよね。浅田さん、なんもないですか？健康？僕はもう全然大丈夫ですね。さすがです。ございますね。スポーツマンだからね、やっぱりね。いや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 、そんなことないですよ。最近ね、すごい散歩するようにしてるんですよ、太ってきたから。えらい、すごい。すごい距離を歩くんですけど、はあ、新橋からね、家の方まで帰ったり歩いてね。すごい。いや、そうなんですけど、お腹が減るんでね、倍ぐらい食べちゃうんですよね。それはリバウンドですね。意味がないっていう、ね、意味がない、意味がないですか、やっぱこれ。意味がなくはないですよ、ちゃんと筋肉トレーニングにはなってますんで。そうですよね、うん、し、あの、代謝が良くなってるからね、それは運動するとわかりました。またいいことです。方をね、お伝えしたいと思います。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。さあ、この番組は頑張れ南葛SC、東京都社会人リーグを飛び出しまして、今シーズンから関東リーグ2部に参戦しております。そして2位で終えて関東1部への入れ替え戦に挑もうと今しております。ということで、現在、はい、一応説明しますと、目指す J リーグ参入、まずは J3 まであと昇格が3回すればいいんです。そんな葛飾区のサッカーチーム、我らが南葛 SC、 南葛 SC、 南葛 SC を今日も熱く熱く応援する番組ですよね、浅田さん。間違いございません。よろしくお願いします。よろしくお願いします。スタッフの浅田さんと私、井上までお送りしてまいります。この番組は、私たちは皆様のブレーンでありたい、店舗の比較設計施工の専門家、株式会社東のブレーンズ、ポスター印刷のぼり垂れ幕、大判プリントのことなど何でもお任せ、合同会社インクマニア、都内トップクラスの激安アウトレットショップが葛飾柴又に登場、エンジョイショッピング株式会社ウェーブ、感動の写真撮影、広告デザイン、ブランド作りまでトップクリエイターが力になります、株式会社 K ワールド、葛飾区内の公共工事でも実績多数、水道工事、空調工事、リフォームのことなら上下水道促進工業株式会社の各社提供でお送りいたします。今日も浅田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。早速行ってみましょう。頑張れ南葛SC、せーの、キックオフ。改めまして、井上真でございます。南葛SC、浅田です。11月16日火曜日の頑張れ南葛SCでございます。ということで、浅田さん、さあ、先週ね、伺いましたけども、入れ替え戦の日程がね、迫っているというこんな日々ですが、浅田さん、いかがお過ごしですか、チームともども。いやー、なんか今もう11月16日かと。そうですね、終わっちゃいますよ。改めてちょっと思いましたね。早いもんですよ、ね、早いもんですね。なんかあっという間に2021シーズンも、はい、終わり、うん、春から夏にかけ、はい、夏から秋にかけ、はい、秋から冬にと、早野コーチ君まろみたいな感じになってます。大丈夫。いやー、だけど1年早いですね、本当ですね、あっという間でした、本当に。キョッキョさんから、はい、ラジオでもキョッキョさんからお便りいただいてるんで、まず紹介していいですか。 ありがとうございます、はい、キョッキョです。浅田さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。先日のトレーニングマッチに行ってきました、12月25日の入れ替え戦が無観客試合に決まった時点で、毎日夢に浅田さんやら中田選手やらが出てくるようになり、南葛への思いが募るばかりでございました。そんな矢先のトレーニングマッチの観戦でございました、家族にはちょっと行ってからと行き先は伝えずに水元へ。久しぶりに南葛 SC の皆さんに会えて本当に楽しかったです。また機会があれば見に行きたいと思います、というこんなお便りですけども、浅田さん、ありがとうございます。これは一体何のこと言ってるんだと思ってるね、リスナーの皆さんがいらっしゃったらあれなんで、ちょっとご説明いただいていいですか。はい、先週の土曜日に南葛 SC が、練習試合をさせていただいてですね、はい、あのその際に、フィナンシェ の、 あのファンのファン会員の、まあ、ものがあるんですけども、はい、あのファンクラブですよね。そうですね、はい、でそこで、感染者を募って、はい、応募いただいた方々に葛飾区内の会場にご来場いただいて、はい、感染をしていただいたというような形で、練習試合を見れたということですね。そういうことですね、これが12月25日にね、はい、すごい大一番が迫っているんですけども、まあ、うん、上位チーム、上のリーグとの入れ替え戦、はい、これに向かった、トレーニングマッチをみんなで完成したということなんでございますよね。本当に20、はい、5名、6名ぐらいの方に来ていただいて、はい、
あの先着順でしたのでちょっと人数の制限があったんですけども、来れない人もいたわけ。そうですね、来れない方もいらっしゃったんですけども、それはね、はい、うん、まあ、そんな中あの、まあ、もちろんコロナ感染対策をした上で久しぶりにですね、はい、私あの前の試合の時は同じような催しもあったんですけど、うん、前の試合の時はちょっと現場にいませんで、はい、別現場で、はい、あの久しぶりにこうサポーターの皆さんと共に同じ空間にいることができて、なるほどね、なんかすごくなんか嬉しいっていう、嬉しかったし、なんかその見ている方々の手拍子だったり、はいはいはい、そっか、手拍子の応援、声は一応出せないという、声は出せないんで、はい、ネット越しの観戦ですか？ネットの中です。ネットの中で、中です、すごい、砂かぶり席みたいな形で、いや盛り上がったんじゃない、はい、ただ本当に皆様喜んでいただいて、我々も、はい、私も本当に感極まってというか、やっぱりこう皆さんに見ていただくことで力にもなるし、うん、なんかこういいプレーしたら拍手もらえるとやっぱ選手も嬉しいんだろうなと思いながら、はい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 、見させていただいて、でお便りいただいたキョッキョさんも、もともと2018年、うん、2019年にいたカベッサというブラジル人フォワードがいましたけども、彼があの J リーグのカターレ富山時代からの熱烈なファンで、そうなんですね。そうなんです、でそこからカベッサが南葛に来たことで、はい、南葛のことも知っていただいて、はい、あ、そういう人多いんだよね結構、はい、チームからのね、はい、そうなんです。でそこからあの本当に土井さんとか田場さんとか皆さん、はい、南葛の温かいサポーターの方たちの思いに本当にこう同意していただいて、気持ちが一緒になってもらって、でそこからもう本当に熱心にグラウンドに来ていただいて、で富山県なので、あ、ご在住も富山、ご在住も富山なんですよね。わざわざそのお便りにもあったようにちょっと行ってくるの距離ではないぐらいの、本当ですよね、水元まで大丈夫かな家族の方々はと思いますけども、はい、わざわざ来てもらって、新幹線で近くなったとはいえね、いや本当です、私もキョッキョさんに久しぶりにお会いして、はい、なんかすごい嬉しかったです本当に。俺だからサポーターの皆さん同士も、はい、集まるの結構久しぶりだったんですよ、久しぶり、ね、久しぶりなんですよ、ね、だからなんか面白い話が、はい、あの今回中でグラウンドの中で見ていただいたんですけど、はいはいはい、その入るところは入り口ゲートだけをちょっと作らさせていただいて、うん、チェックのね、はい、チェックの、はい、で後から来た方はネットの外から入ってくるじゃないですか、もちろん、はいはい、そしたら面白くて、はい、なんかこうコロナでこうソーシャルディスタンスって皆様言われてる中で、はい、最初に入ってる方々はネットの中にいる、はい、後から来た方はあー久しぶりっつってネットの外にいる、はい、でネットの中とネットの外で会話をしてるんですよねはいはいはい、僕見かけて、いや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 中入ればいいじゃないですかと、うんうんうん、あそうだねなんていう一幕もあったり、ね、こう、触れ、大きく回んなきゃいけないんだけど懐かしすぎてロックオンされちゃうっていう ね、その感じがいいじゃないですか、なんかほっこりしました本当に、やっぱ絆を作ってるよ ね、なんかみんなね久しぶりのこう再会にこう本当にいろいろね思いはいっぱいあったと思います。なるほどですね。はい。まあそれであの那覇田の名前も出てましたけども、はいはいはい、キョッキョさん富山ということで、うん、那覇田もあの高校の時は富山第一高校に行っていたもんですから、そういう意味でね富山松の皆さんのことを応援してくれてるんだ。そうなんです。はいはい、はい。さらにキョッキョさんは今シーズン、はい、まあ昨年度からずっと無観客試合が続いてましたので、うんうん、個人の横断幕とかを現地に来れないので、はい、チームでお預かりをさせていただいて、はい、で、はいはい、試合会場には私が責任を持って張りますと、お疲れ様でございます、はい、というのをあの皆さんにお話ししたら、キョッキョさんも、はい、富山ということもあって、うん、那覇田紀樹の個人弾幕をキョッキョさんが作ってくれて、はい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 、で送っていただいて、はい、でそれをもう大事に私も飾らさせてもらってですね、はい、そういう、そういう間柄なんですね、はい、つながりもたくさんあって、本当嬉しいなと思いましたね、またお会いできて、久々にね葛飾から集まれたと、まあこんな機会もねどんどん増えていくといいですよね。そうですね、うん、本当にたくさんこういう機会も増やしていけるようにできればなと思います、
そして結局さんのお便りにもありましたけど、25日のね勝負の日、12月25日、はい、クリスマスの日ですけど も、 そうです、ね、もう観客試合が決まってるということなんですよね。これ改めてもう一回お伝え。そうなんです、残念ですけども、はい、あの無観客試合っていう形でキックオフは11時キックオフになってます。はい、はい、でまあもちろんライブ配信は実施させていただく予定で、今準備はさせていただいてもらっておりますので。そうですね、はいはいはい、はいはい、なるほど。まあ楽しみに待たせていただいて、まあただ関東一部の、上位のチームと対戦ですので、はい、非常に緊迫感ある、非常に面白い試合になるんじゃないかなと思ってます。いや本当ですね、はい、そこを突破して来年はね関東一部で新たなリーグ戦、新たな相手とねこう戦いながら、そして有観客でお送りしたいものですね。そうですね、まあ、そのためには、まあ、本当に今回この12月の25、はい、年末になりますけども、クリスマスになりますけども、はい、本当にあの皆さんと共に戦って、皆さんと共にこう一部関東一部昇格というものをつかみ取れればなと思ってますし、来シーズンは2022シーズンは本当にもう一つ上の上位のカテゴリーで戦えることを本当に信じて、はい、選手たちを信じて準備したいなと思います。そうですね、はい、であの各種アマチュアリーグなんかもね、いろんな昇格ね、降格とかその辺の勝負が続いたりとか、 J リーグももうね佳境ですね、佳境です、はい、あと3試合4試合みたいになってる中で、いろいろね引きこもごもあるシーズンになってきましたけれども、はい、南葛はその中でも最後まで戦うってことですよね。12月25日まで戦ってサッカーチーム、そうないですよ。そうないですね。そうないですよ。私もそうないぐらいの長いシーズンになってますけども。そうですよね。はい。去年も11月の今のちょうど関東リーグ昇格のトーナメントは来週だったかな。はいはいはい、うん、あ、今週ですか。去年のちょうど今頃最終週でしたので、はいはい、本当にね、長い長いシーズンになってますね、今年度は。シーズンが長いってことは休みも短いってことですかね。そうですね、始まるのは始まるんですから、はい、次もねもうすぐ始まりますね、また来シーズンが、まあファンとしては嬉しいですけどもね。まあそうですね、その戦いに挑む南葛ですしね、はい、我々社会人チームでございますけれども、どんなご様子、ちょっとこぼれ話その他あればですけどもね。いや、結構順調に来てますね。あの、うん、この間対戦させていただいた東京23さんとも、はい、江戸川区と葛飾区ということで、はい、本当にご近所ですけども、非常に切磋琢磨した素晴らしい緊迫感があった、隣町ダービーとね、はい、呼ばせていただいてる直近の対決で勝った方の名前を上に冠するというね。そうですね、お約束をして、今は葛飾江戸川ですね、はい、この間勝ってますからね、はい、この間勝ってます、ね、葛飾江戸川隣町ダービーという名前に今なってますけども、ね、なってます、はい、そうですか。でも我々はね、非常にこのブラジルさんというね、そのあの放送やってる東京23さんの方とも仲良くさせていただいて、ね、情報交換だったりとか共に盛り上げるようという間柄ですもんね。そうですね、やっぱり近くこう競い合ってるチームが本当に近くにあって、うん、はい、でお互いが切磋琢磨して、ね、どん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 刺激をし合って、お互いのチームが上のリーグに行って、はい、ね、そういうやっぱ世界でを作りたいと思いますし、うん、まあ、近い分本当にいろんなものが競争したり刺激するものがたくさんあると思いますんで。そうですね、はい、我々もちろん J リーグ、ね、目指して、そして全国からね、いろんな強いチームを招きながらスタジアムでワイワイやりたいですけど、そういうチームは本当都内にもいっぱいあるわけで、はい、やっぱりロンドンみたいにね、いっぱいあっていいですからね、プロチームがね。全然いいと思いますよね。そんな未来来ないかな。もう、はい、タイムマシンで行きたいな、もう待ちきれないな。いや、もう東京23区内でね、本当にいっぱいいろんなダービーがあって、そうですよ、ね、みんなでこういろんなね地域行って、うん、普段行ってるね、仕事、お仕事で行ったりとか、はい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 、学校なんかで行ったりとか、はい、まあ、そういうものとはちょっと異なる雰囲気のもとでですね、うんうん、江戸川区に足運んだり、新宿区に足運んだり、文京区に足運んだり、うん、まあね、様々なところに行ければなと思いますけどね。ですよね、はい、これはちょっとぜひ実現させたいためにね、あの一つでも早く、一年でも早くカテゴリー上げていこうというね、各チーム頑張ってるわけでございますけれども、はい、ここでじゃあ浅田さん、今日早めなんですけども、ね、はい、浅田セレクション曲のコーナー行ってみましょうか。はい、このコーナーは浅田さんがね、最近、いいなと思った曲、心を動かされた曲をですね、浅田セレクションとして紹介するその思いとともになんですけども、はい、今日は浅田さん、今日はですね、女子は今まだリーグ戦の最中で、あ、はいはいはい、はい、一昨日日曜日は、はい、同じ関東リーグ2部、はい、関東リーグ2部の試合で、うん、尚美学園大学さんの方に、はい、川越の方ですね、はあ、まで、あの、バスの運転をしながら選手たちと共に、ね、ドライバー兼 DJ でもありますからね、はい、はい、そうですね、はい、で、うん、まあ、彼女たちも負けられない戦いが続いているということで、はい、前節に続いてですね、うん、到着前にはもうこの歌をリピートをずっとして、はあ、今日は絶対勝つぞというような曲を流して、はい、試合に挑んだという。これは浅田セレクションなの？誰がリクエストなの？これはですね、浅田山崎セレクションですね。山崎コーチが、はい、コーチはね、人間ジュークボックスみたいなとこありますからね、そうですね、わかりました、じゃあご紹介ください、はい、
エイジアエンジニアで絶対負けない。いやなんかメッセージがねストレートにと言いますかいい曲ですね。僕知らなかったですけど。あ、そうですか。はい、本当に歌詞も、もう絶対勝つんだっていうようなね、メッセージがこもった歌詞ですので。みんな5チーム同じバス乗り込んでこれを流して、はい、ベンチについて試合するわけでしょ、戦うわけでしょ。そう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 。いいなあ、なんかそういうのいいなあ、学生の時以来ないなあ、うん、そういうの。ねえ、一人だなあ現場行ってもマネージャーも来ねえしなあ。そうだ、ね、たまに来るけど。いや本当に団体行動、はい、団体スポーツなので、はい、ね、一人だけでは一人活躍してもダメですし、はい、やっぱチームで戦うスポーツなのでよく言いますけど、まあ、個人の利益とチームの利益を合わせようと、うんうんうん、自分だけ満足してもダメだし、チームが勝つために個人が何をすればいいかっていうところが、はい、結構この曲にも詰まってるんで、はい、なるほどですね。女子の成績なんかはどうだったんですか今週は。あ、今週は、5対3で勝ちました。うわー、激戦でしたね。すごい試合でしたね。トータル8ゴール8ゴール。うわー、打ち勝った感じ。打ち勝ちましたね。この曲みたいじゃないですか。そうなんですよ、だから、だから今日山崎コーチと帰りに言ったセリフは2人で、今日もバッチリ選手たちの心を掴んだなっていう話をして、そうですね、あ、曲で勝たしたな的な、そういうことですね。いいですね、 DJ 妙理につきますね。間違いないですね。素晴らしい、ありがとうございます、はい、聞いていただきましたのは、はい、アサダセレクションエイジアエンジニアで絶対負けないを聞いていただきましたということでございます。さあ改めましてね、頑張れ南葛絵師をお送りしておりますけれども、南葛絵師は12月25日に勝負の大一番入れ替え戦に挑むわけですけれども、その模様は無観客試合ということでオンラインで流すということでございますね。はい、そうですね。チームは目下練習中、ね、長いシーズンを戦い続けているということでございまして、はい、皆さんにはね、ぜひとも応援していただきつつ、はい、来シーズンは関東一部の舞台で戦っていきたいということですけどね。その関東一部からも次のステージ JFL を目指してね、熱い戦いが行われてますね。そうですね、各地域リーグからこう JFL に上がる戦いも今各地で行われてますし、今度の関東2部リーグに参入、はいはい、するためのこの関東近郊の代表チームが戦ってるね、決戦もトーナメントも今週で決着がつきますので、一旦我々がね切磋琢磨してやってきたクリアソン新宿さんもね、今5部から4部に上がろうとしている、すごいですね、戦いをね、そこが1個大きな関所なんですけども、はい、そこを戦っていると、はい、いうことでね、我々は6部から5部に上がろうとするね大勝負がありますけども、いやー痺れますね。痺れますよ。何とも言えない。いや、クリアソンさんも我々2018年の時には東京都一部リーグで同じ舞台で対戦もさせていただいて、そうですよね、はい、葛飾の水元総合スポーツセンターであの時も対戦して、はい、見事な、ね、逆転勝利を2対1で勝ちまして、はい、あの時は我々が勝たせていただきましたけども、うんうんうん、今や本当にこうもう JFL 本当に、ね、あと残り3試合、はい、残り3試合の結果で来年度 JFL の舞台に立てるというとこまで来てますので、ね、JFL に入ればその後はね J3 が待っていると。そうですね、ということでございますか、まあ、同じ東京勢として見れば、はい、やっぱりね1チームでも多くそういう上の舞台で、うん、上の舞台での戦いもやっぱファンサポーターの方からしてみたら見たいと思いますので、はい、まあ、現状は追いかける立場ですけども、うん、やっぱそこは切磋琢磨、先ほど東京23さんと同じようにですね、はい、お互い切磋琢磨して、うん、競争刺激をし合って、うん、でいいクラブをお互いに作れればなと思ってますので、 J3 もね、岐阜だ今治だ熊本だって言ってますけど、そこに新宿だ葛飾だっていうのが入ってく、そのエキサイティングさがたまんないですよね、想像しただけで、本当、まあ、間違いないです、ね、その通りです ね、 ね、はい、そういうガチャガチャした時代がね、いい意味でガチャガチャした時代をちょっとね、うん、いや早く見たいですね、見たいなと、はい、思いますよ。そうですよね。ということで今後の予定なんですけど、トレーニングマッチっていうのはまだ続くわけですか？公開するやつはもうないの？公開するのはもう1試合控えております。いいじゃないですか、はい、はい、これも、もうちょっとまだアナウンスが出てないんですけど、今ちょっと準備をしてる状況ですので、またちょっとね早もん勝ち的な感じになっちゃうんで、はい、ちょっと情報に耳を澄ましていただきたいと、はい、そうですね、ホームページとか、うん、SNS とか、そういったもので配信はさせていただきますので、なるほど、はい、またぜひ公開された際には、うん、ぜひご来場いただいて、はい、ぜひ会場で見てもらいたいなと思います、はい、あとは南葛からのお知らせ、残り時間どうでしょう。
あとはあの、はい、女子の方も一生懸命こう、はい、今、はい、2位という位置につけてますので、はいはい、あの本当に昇格のチャンスもありますし、うんうん、去年もそうでしたけども、去年も男子も女子も都道府県リーグから関東リーグ昇格してますので、はい、今年も合わせてですね、男子と女子と一緒に昇格できればなと思ってます。女子もウィーリーグね始まって、そうですね、盛り上がってますので、はい、はい、この間も浦和レッズさんの試合は埼玉スタジアムで4000人強ですか、はい、あ、すごい、お客さんも入ったっていうことなので、はいはいはい、はい、ちょっとずつあの本当にこういうプロリーグが、ね、にわかに盛り上がってまた来ましたので、すごいシュート決めてましたもんね、安藤梢さんがね、ね、すごいですね、いや女子の試合も本当見てても面白いんでですね、はい、はい、やっぱりこうさまざまなサッカーがいろんなとこにあって、うんうん、でなんかある方言ってましたけど、地域リーグって見たことない方がやっぱ見てみると、はい、すごい J リーグよりも面白いんじゃないのって言ってくださる方も多いので、方も多いですよね、はい、うんうんうん、ぜひあの来年度を含めて有観客試合になった時には、はい、ぜひ葛飾区内の会場に足を運んでいただいて、うんうん、ぜひご観戦いただければなと思います。はい、本当に面白いんでね、はい、ぜひ葛飾には南葛飾があるということをね、ぜひお見知りおきいただきたいなと思っております。はい、ということで、カイスガイスも、まあ、今年の最終戦は12月25日関東一部との入れ替え戦ですよと。これワンマッチなんですよね。ワンマッチです。ワンマッチでございます。そして引き分けの場合は向こうの勝ちになっちゃうんでしょ。はい、そうなんです。上位リーグ所属のチームが有利という形になってますので、じゃあそりゃって思う方もいらっしゃるかもしれないけど、これ結構サッカーではよくあることなんでしょ。まあそうですね、はい、まあ、ただ90分で、うん、決着をつければっていうのを我々にしてみれば結構はっきり分かってることなので、逆にそうですね、はい、そこはあのきちっと勝利にこだわって勝利をつかむべく頑張りたいなと思います。これあの上のリーグから、そのまた上のリーグから何チーム落ちてくるとか、はい、そういうことでまた対戦相手が1個順位がずれたりとかするんで、まだはっきり対戦相手分かんないわけでしょ。そうなんですよ、本当上のリーグの入れ替え戦の模様とか、はい、様々なもので影響してきますので、はいはいはい、多分今のところは、はい、同じ東京に所属してます東京ユナイテッドさん、うわー、そうですか、はい、の可能性が高いんじゃないかと思います。いや、東京23とか東京ユナイテッドとかね、クリアソンさんとかも東京、はい、まあしょうがないよね、東京同士で戦わないといけないんだもんね、それはね、まあ、関東の戦いだから。そう、今回たまたま東京同士の対決になりましたけども、はいはい、やっぱ東京ユナイテッドさんとも本当にあの東京カップ天皇杯の東京予選でいろんな歴史ありますよ。はい、さまざますごい戦いしてきてますんで、いやー、しびれる戦いがクリスマスに広げられるんじゃないかなと思います。ね、本当ですね、はい、いや、しびれてまいりましたということで、その模様はこちらでもね、繰り返しお伝えしてまいりますということで、毎週ね、ぜひこの時間聞いていただきたいなと思っております。葛飾区内南葛 FC という J リーグを目指しているチームがあります。皆さんに応援していただきながらですね、戦っておりますので、ぜひこれからも応援していただきたいと思います。今日もありがとうございました。浅田さん、皆さんもお便りお待ちしております。ありがとうございました。この番組は東京都社会人リーグを飛び出しまして、今シーズンから関東リーグ2部に参戦しております。目指す J リーグ参入、まずは J3 まであと昇格3回に迫っております。葛飾区のサッカーチーム、我らが南葛 FC を熱く熱く、その経緯を応援している番組でございます。ありがとうございました。この番組の提供は、私たちは皆様のブレーンでありたい、店舗の企画設計施工の専門家、株式会社東野ブレーンズ、ポスター印刷のぼり垂れ幕、大判プリントのことなら何でもお任せ、合同会社インクマニア、都内トップクラスの激安アウトレットショップが葛飾柴又に登場、炎上ショッピング株式会社ウェーブ、感動の写真撮影、広告デザイン、ブランド作りまでトップクリエイターが力になります、株式会社 K ワールド、葛飾区内の公共工事でも実績多数、水道工事、空調工事、リフォームのことなら上下水道促進工業株式会社の各社提供でお送りしてまいりました。というわけでございました。浅田さん、最後に一言よろしくお願いいたします。はい、まだまだシーズンは続きますので、皆様の熱いご声援、熱い応援のほどよろしくお願いいたします。はい、来週もぜひ聞いてください。来週も頑張れ、せーの、なんか勝つ SC、 ありがとうございました。また来週。